ちがペガサス座で、あっちがアンドロメダ座かな。きれい。うわ、ごめんなさい、つい夢中になっちゃって。みんな、こんばんは。見て見て、きれいな星空でしょ。ねえねえ、みんなは宇宙に行ってみたいって思ったことある？まだまだ謎がたくさんで、とっても神秘的な場所だけど、最近はどんどん開発が進んで、近い将来は月や火星で暮らす日が来るかもしれないんだって。それを聞くとなんだかワクワクしない？実はね、今キキ君とララちゃんがお空へ星釣りに行ってるの。それで釣った星をペンダントにしてプレゼントしてくれるんだって。もう楽しみすぎて待ちきれない。キティちゃん、はっ、キキ君の声、帰ってきたんだ。キキ君、ララちゃん、こっちよ。綺麗な星は釣れた？それどころじゃないんだ。宇宙が大変なのよ。宇宙が？どういうこと？とにかく一緒に来てほしいんだ。一緒に行くって？宇宙よ。え？宇宙に？みんな、しっかり捕まって。行くわよ。トゥインクルトゥインクル、キラキラストーのために
地球からいろんなものを飛ばしてるでしょ。それってとってもすごいことなんだけど、ガラクタもたくさん出てるの。いわゆるスペースジャンクね。スペースジャンク？まずい、スペースジャンクがこっちに。うわー、ぶつかっちゃうわ。ララ、えー、トゥインクルトゥインクルキラキラスター。危なかった。スペースジャンクが粉々に。何があったの？私たちの周りにバリアを張ったのよ。よかった。でもこれ以上大きいのが来たら防げないよ。そうね、どうしましょう。ねえ、宇宙をお掃除するのはどう？え？宇宙をお掃除？そう、スペースジャンクをきれいに片付けちゃうの。でもこんなにあるのよ。みんなで力を合わせればできるかもしれないでしょ。そうだね、やってみようか、ララ。えー、みんなで頑張りましょう。えー、うわー、今度はどこに来たの？あ、頭についてるこれは？ここはサイバー空間、スイーパーのトレーニング場だよ。スイーパー？トレーニング場？この頭につけてるのがスイーパーだよ。これで宇宙に浮いてるガラクタを片付けていくんだ。まずはここでトレーニングしよう。いい？見てて。あ、消えちゃった。そう、これがあればどんなガラクタもきれいに消せるんだ。しっかりトレーニングをしましょう。わかったわ。さあ、みんなも一緒に。
ちゃんたちのおかげだよ。みんな一緒に宇宙のお掃除をしてくれてありがとう。はい、キティちゃん、プレゼントよ。トゥインクルトゥインクルキラキラスト。これからは宇宙だって私たちの暮らすところになるかもしれないんだよね。自分たちの住む場所は自分たちで綺麗にしないと。地球を綺麗にするように一つ一つの星や惑星を思いやり、みんなで大切に守っていきましょう。うん、その通りだね。じゃあみんな、この後もサンリオバーチャルフェスティバルを思いっきり楽しんでね。バイバイ。